まず人間というのは0歳で2日目生まれたままの自分の本質っていうのがあるっていうのが映画の中でも出てきたと思うんですけれども、私お産の撮影をしているので、本当にその生まれたままの子供がどういう状態で出てくる、なんかそれって本当に誰からも愛されるし誰からも否定されるべきでない、そういう存在であるっていうの、本当その瞬間をお産の撮影に立ち会ってすごく感じるんですけれども、でも本当生まれた瞬間にお父さんのそのとお母さんのやり取りとか、そういう周りの人のやり取りとかを見ていると、ああなるほど、この家庭はこういう感じなんだなっていうのを感じながらそれをいつも見てるんですけど、でもこれがそのままその本質のまま育っていっていった時に、人間ってどれだけのエネルギーを持って生きていけるんだろうっていうのはいつも感じてるわけなんですね。映画のためにこれはキャラクター化をして、アーティストの熊田真由美さんという方に書き下ろしていただいたキャラクターなんですけれども、大きく9つのアダルトチルドレンに分類されます。こう自分を理解してもらえなくて悲しい、自分を非難されて悲しい、お父さんお母さんが自分のことを見てくれなくて悲しいっていう、その怒りが出発ではないっていうところをまずはっきりと認識していただきたいんです。必ず悲しみっていうのがスタートにあるわけなんです。ロストはこれを選ばれた方いらっしゃいますか？結構女性の方で男性の方はどれを選んだかってちょっと興味があるんですけど、ロストは選んだ方いらっしゃいますか？もう一人ですか？じゃあもう一度読んでもらいましょう。ロストはいない役の子供、いつも静かで忘れ去られた子として振る舞う。どうでしょう、当てはまります？当てはまりますか？当てはまるところがあります。ちょっとなんかでも手を挙げてくれてるので、なんかこれともちょっと違うかなって気がしてもう手を挙げてない人たちはこれじゃないですかって私は思ってるんです。ここに参加してるのに聞きたいんだけど全然参加をしようとする、まあ、それはしょうがないと思うんです。自分のタイミングでがあると思うのでそれができない方もいると思うんですけど、でもここに来てても参加ができないでいるって、完全にこれかなり当てはまってると私は思うんですよね。すいません、だんだんスパークが、はい、どうですかもうこれとか透かしてるんですよね。でももうお腹の中はもう固め、こういう感じですよね。本当に見たくてしょうがないし、もう超見てるのに俺見てないよ、私見てないよっていうふりをする、本当にこういう方いますよね。多分私これなんですよ、一番大きいのって。カメラ持ってその場にいるけどみんなのこと超見てるし超撮ってるけど私は皆さんと違いますからねっていう、もうめっちゃ斜に構えてるじゃないですか。だから私本当カメラを置くことがアダルトチルドレンをやめることなんじゃないかっていうのは私はすごく感じていて、本当はみんなの仲間になりたいしみんなと一緒にわーって騒ぎたいのに、カメラを通してじゃないと人と向き合わないっていうところで、これすごい自分に近いなって思ってるんですけど、で多分スケープゴートを選んだ方っていうのはもしかしたらその全般的にその負を自分が背負ってるなっていうイメージで選ばれたのかなっていう、飛行するとか病気するとか本当にもうありありと問題が見える、その問題を実際に起こす人ですよね。でこれ非難の対象になるので、その裏側に先ほど話したヒーローっていうものがいるわけで、それを考えるとすごく悲しいというか何とも言えないこう人間の複雑な気持ちになりますよね。なのでこう世の中で捕まっちゃった子供がいるとか、そういう人を殺してしまったっていう子供が一体何をが最初始まりでそうなってしまったのか、そういう役割を引き受けていってしまったのかっていうところに思いを巡らせると、問題に対しても全然違うアプローチとか理解っていうものができるのかなっていう、単純にその罰を与えればいいとか薬を飲ませておとなしくさせればいいっていうところではない、本当にやっぱ先ほど言ったようにその子にも一番最初の悲しみっていう出発点があったっていう、それをやっぱ周りの大人がしっかりと聞いてあげて、それを紐解いていくと自分がその悪役をやめると弟にも押し付けているキャラクターっていうアダルトチルドレンを外せるので、なのでちょっとその後でそのカードを使って家族はどうだったとかそういうのをやれたらいいなとは思ってるんですけど。ありがとう。そうですね、仕事的にも一人で成立するようにし自然と選んでるのかなっていう、気づくと、まあ、一日何も喋ってないっていう、まあ、でも成立してしまう仕事
を自然と選んでしまってるのかなっていうの。この絵を見ていただくと分かるんですけど、これみんなアダルトチルドレンって影があるんですよね。まあ、光が強ければ強いほど影ってどういう形でこの人に光が当たってるだろうっていうのを、まあ、想像しながらこれは表現したんですけど、このロンリーに関して言うと影そのものに自分が入り込んでしまっている、影がないんですよ。もう自分の周りの世界そのものが影である。で自分はこう完璧な存在であって誰からも邪魔をされずにその世界にこもっているけれども、心の中はめっちゃ孤独と悲しさとかいろんなものでもう泣いているっていう、お腹の中の上にこう自分がこういう人間でありたいとかこういう生き方をしたいって言った時に必ずそれを阻んでくる人っていうのはいるので、それをちゃんと自分の中で認識をしてこう再度その依存に巻き込もうとする人、あなたの自尊心を傷つける人、あなたに完全を求める人、あなたを裁く人、あなたをコントロールしようとする人、あなたにつけ込む人、あなたに張り合ってくる人、こういうことをきちんと見極めて自分がこう自分のことをちゃんと認めてくれる、大事にしてくれる、その人も自分のことを大事にできるっていう、そういうきちんとした自立し合った関係を築ける人をちゃんと選んでいけるようになればなと思います。自分の、ね、アダルトチルドレンを大事に飾っていただいて、めでていただいても結構です。不要な方は、まあ、人に押し付けてもいいですし、破り捨ててもらっても大丈夫です。木で燃やしてもらっても土に埋めてもらっても、ゴミの扱いだけは注意していただいて自分のアダルトチルドレンを手放していただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。